おはようございます。昨日の流れでね、告白されて、私は OK を出したんですけどね、ここからか、すべての女を失いました。こんな俺でよかったら付き合ってくださいってね。えって、みんな離れちゃったのって、俺が切ったり離れたりだよと。モテる男は大変だね、宿命ってやつって。付き合ってくれないか、またってね。で、お願いしますが、いろいろ考えてお願いしますって言ったら、ありがとうだって。あ、お付き合いするってことだよね。うん。で、昨日枠で言ってた動画が送られてきたんだけどさ。なんで、多分、付き合った。聞こえてる音。うん。で、反省はちゃんとしてるんですよ。だから、一途にね、なることがやっぱ大事なんで。うん。で、ちょっと多分、藤沢奈々さんとお付き合い多分します。多分、前向きな感じが来てたんで、はい、リスナーさんはもう手出しません。うん。でも、女性を傷つけたくはないということで、まあ、女性か男性かわかんない。まあ、心が女性で、見た目が男性なんで、ちょっと、行ってみようかなと。うん。自分ながら。じゃあ、うまくいくんじゃないかなと。え、ちょっと待って、見た目が女性で。ちょっと待って、見た目が女性で。ちょっと待って、なんつってたん？心が女性で見た目は男性って言ってたん？いや、見た目女性だよね。中身も女性よね。どういうこと？男性とちょっと、してみようかな、みたいなこと言ってたん？なんつってたん？でもさ、私の、人間性でそういうことを言ってんじゃないの？ねえ、ありかな、みたいな。そういうことじゃない？ね、もう一枚ね、なんかね、画像が届いてて、これはどういうこと？うさこちゃんにこれを送ってたの？気持ち悪。これ何？別れてからってこと？別れてないの？え、どういうこと？だって私には、だって、LINE 来たやつでもさ、別れた風じゃなかった？他の女は捨てたよみたいなさ、切ったみたいに言ってなかった？それで告白してきたじゃん。別れてないの？またどういうこと？それで私に告白をしてきたの？別れてない状態で。それってやばくね？台本なのこれ？また？じゃあ何？うさこちゃんとゼロアンクを別れてないで裏で台本組んでるってこと？今までの暴露とかそういうの全部台本ってこと？どういうことなんだの？それは前の LINE って言ってたんだ。あ、別れる前の LINE を出したのね。ゼロワン君は何て言ってんの？昨日何て言ってたの？その、うさこちゃんとはどういう関係って言ってたの？別れたいって言ってたの？じゃあ別れてないの？別れてないのか。でも別れたいって言ってんだけど、じゃあうさこちゃんが別れたくないの？あっちが別れたくないって言ってんのかな？そういうこと？弁護士が入る。あ、まあ、婚約してるからってこと？ゼロワンが未練がまだある。でもさ、なんかさ、言ってることがみんなバラバラなんだよね。で、どっちが未練があって、別れてないのね。別れてなくて、この間の暴露があって揉めてて、だからお家もお姉ちゃんの名義なんでしょ？お姉ちゃん、うさこちゃんの、お姉ちゃんのスペシャルエマちゃんの名義で保証人になってると。うん。で、そこのお家はどうするわけ？ゼロワンが別れたいって言ってるけど、そこは出てくわけ？あそこの川崎のお家は。あ、引っ越すと言ってた。名義はゼロワンで保証人がお姉ちゃんなんだ。じゃあ別に出てく必要なくない？あれを変えればいいんじゃない？保証人を。ねえ。どうなんだ？そういうやり方もあるんじゃないかな。保証人って途中で変更できないの？
新しい保証人を立ててみたいな。あ、無限くんが保証になるって言ってんだ。ほー。でもさ、なんでさ、もともとさ、自分で家を借りなかったんだろう。そこじゃない？なんでお姉ちゃんに保証人になってもらったの？審査が通らないってことないしょ、だって会社の社長なんだから。あー、なに、保証会社がブラックなんだ。なるほどね。保証会社協会みたいなとこが、ブラックで保証会社を使えないってことね。はいはいはい。あー、あと、そっか。家族とかの保証人に立てられる人がいないんだ。じゃあ、それで保証人がいなくて、じゃあお姉ちゃんに、あー、そっかそっかそっか。婚約してたからっていう前提で借りたのかね。あそこの物件、婚約してるから一緒に住みますよ、みたいな。それで、お姉ちゃんがじゃあ保証人になりますと。じゃあ契約者は01で、みたいな。あ、めんどくさ。めんどくさいね。それで、じゃあ、もう別れるってなって、じゃあ保証人をどうするかとか、そういうのでもめてんだね。家を出てくか。ねえ。じゃあ今日は不動産屋と話し合いみたいな感じになってんのね。そこをどうするかみたいな。女性が火薬さんに出てけって言ってたの、うさこちゃんが。でもそれはおかしくない？だって契約者は01で、お姉ちゃんが、保証人だかな。保証人とかが、でもさ、規約違反って言ってるけど、それをみんな知ってたってことはみんな規約違反になんない？お姉ちゃんも、うさこちゃんも、ゼロワンくんもみんなね、そうやってマリオくんとか、カヤクくんとか住んでるとみんな規約違反よね。それで出てけってのはちょっとおかしくない？みんな知ってたのにさ、急に出てけなんて。規約違反とは言えないよね。うん。まあ、実際規約違反なんだけどね、他の人が住むとかさ。うん。基本は契約者以外は住めないかな。でももうゆくゆくは一緒に住む予定だったってことでしょ？そこで婚約して、まあ、結婚かなんか何して、マリオくんたちが出てって、ねえ、あそこは二人で住む新居だったんじゃないかね。ゼロワンク以外は泊まりに来てるってことにしてんの。じゃあもう家借りた方がいいね。未練とかね、ゼロワンくんがじゃあうさこちゃんに未練がないんだったらもう自分で、もうすぐ他の家をさ契約してね。ねえ、新しいとこ見つけてもうすぐ出ることだよな。ただ、やっぱ引っ越しするのには時間かかるから、1ヶ月間ぐらいはね、猶予が欲しいけどさ、1ヶ月以内とかで引っ越ししますみたいなさ、言い方とかね。慰謝料っていくら請求されてんの？一応婚約者にもね、慰謝料は発生するからね、ぶっちゃけ。婚約っていうのをしたら、慰謝料を、もしね、その婚約破棄とかになっちゃったら慰謝料を払わなきゃいけない相手方がね。300万。でも、ゼロワン君にとったら300万円って鼻くそみたいなもんよね。一回、一日、ぶっちゃけ一日で稼げるみたいなさ。ね、年収奥の人がね、300万なんて、安いもんすよ。それをケチって出したくないって言ってんの。でもさ、相手はさ、そのお金をもらって納得すんのか、それで別れるって言ってんの。一緒に遅れたら別れるよ、みたいな。慰謝料はまた別の話なんだ。でも結局さ、そういうのってさ、お金とかで解決するのが一番いいよね、ぶっちゃけね。縁を切るときって。お金だったらなんか納得できるじゃん。結局さ、何ももらえなかったら納得できないけど、ね、お金もらったらまあ、いいかな、みたいになるじゃん、あとあとさ。うさこちゃんと話してみたらやだ。巻き込まれそうだから。やだよね。で、その状況でね、なんで私に告白をするわけ？もうゼロワン君のね、してることがね、私意味がわかんない。もうすこちゃんでもいいとか言ってたの？もうずるいよね、そういう時にさ、お釜を使うのね。
そうじゃない？もう最低。ねえ。どんだけ釜を利用すりゃいいんだよ、あんた。でも、そういう時ってお釜って使えるわね、確かに。だって、リスナーさんからも叩かれないじゃん。例えばね。じゃあ、富士山奈々と付き合いますって言ったら、まあ、ぶっちゃけ火消しできるよ。ねえ、奈々ちゃんだったらいいなってみんな言うじゃん。反対する人なんてほとんどいないじゃん。ネタでしょとかさ。ねえ。そう感じで見られんのかな、お釜だからね。どうなるんだろう、ゼロワン君。でもさ、それが落ち着けるまでは、私は、はっきりと言っちゃダメよね。だってまだ婚約者とで付き合ってる段階で、私がお付き合いしましたなんて言えないわよね。でしょ？ちゃんと本当に別れてかな。お付き合いした方がいいよね。付き合うんだったら。配信外で映画とか行きたいんだ。じゃあ保留とか言わなくてもいい。もうそのまま待ってよ。ゼロワン君の出方をね。今日になったらまた変わってるかもしんないし。復縁しましたになるかもしんないしさ。昨日、まゆちゃんも言ってたじゃん。ゼロワンって、その日その日によってね、感情が変わる人なんだよねって。言ってたよね。まゆちゃんと電話したの。だから、まゆちゃんも言ってた。ゼロワンって何を考えてんのかわかんないと。コロ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 変わるからね。いや、電話とかしない。私は出方を見る。ここで巻き込まれたくないんだよね。さっきも言ったでしょ？今、別れてない状況で私がシャシャリ出たら、かなり私が巻き込まれる可能性が高い。な、ここは傍観しよう。ね、ちゃんと別れるまで、私は動かない。ね、LINE とかもしない。あっちが、ね、ちゃんと別れて、じゃあ私とね、ちゃんと付き合いたいって言うんだったら、私も動きますよ。そう。昨日動いたのが早かったね。確かに。それでうさこちゃんも動いちゃったんでしょ？さらに。もう巻き込まれてんやん。でもさ、これ壮大な台本でさ、二人に巻き込まれてるってない？そういう別れる別れないとか暴露とか全部ネタで、私が巻き込まれてる可能性みたいな。だって私の立場考えてごらん。ワンライブのアンバサダーだよ。ここで話せば話すほどゼロワン君のためになるんだよね。あの二人のためになるじゃん。あ来た。なんか怪しくない？この時点でコメントをするって怪しくない？口止め？どっちなのゼロワン君。電話いいっすよ。ゼロワンコ？あ、もしもし。なに、別れてなかったみたいじゃん。いや、普通に疑問なんだけど、おはようございます。家がね、その、婚約者とかっていう条件で借りてるじゃないですか。で、家引っ越さないと、それ別れてることにならないの？普通に、お互いでもう、ね、別れようっていう。で、片方がもう別れたかったらもう別れられるんじゃないの？まあ、どの道家は引っ越すんだけど、家引っ越すまで別れられないっていうのが俺わかんないんだよ。いや、引っ越さなくても別れようになるんじゃない？別れたの。だからまあ、なんつうのかな。条件と昨日ね、電話したんだけど、別れるっていう、だったら家出てきなって言われて話終わったの。そういう言い方をされたんだ。そうだよ。ちゃんと最後まで話聞いてる人は。ただ。でもすぐ出てくのは無理だよね。リスナーさんにお願いしてるんだけど。はじめね。はい。これ、5日ぐらい前か4日ぐらい前かわかんないけど、はじめ、和解しましたって言った時に、その時は300万円払うっていうことで一回和解しましたって配信で謝ったの。下げるようなこと言ってごめんなさいと。それで一回収まったんだけど、
それを心配してね、どうやって和解したのって言ったら、その、慰謝料300万払うことになったって相談したら、うん、友達にね、うん、したら、その家の婚約の書面で、婚約者なんか成立しないから、それ口約束だから300万も払う必要ないって言われたんだよ。ああ、そうだね、うん。で、300万払わなくていいのかなと思って、うん、それで、もうどうしようどうしよう、でも、なんか、マリオのこと言うとかね、言ってるから止めなきゃいけないと。うん。で、マリオくんの暴露があるっていうね、あったよね、その。うん。で、どうしようってなってた時に、うん。なんかまあ話し合うみたいな話になったから、うん。でも、俺もストレスっていうかもう限界来てて、うん。とりあえず。あ、それでこの文章なんだね。LINE 送っちゃったと。うん、で、その、会って話し合うみたいになったから。え、直接会ったの結局。昨日だっけな、会ってんの昨日とか、うん、一瞬来たんだけど。へー。それで和解できなかったからすぐ帰ったんだけどね。そうさ、和解する部分って何なの？だから。別れになったらすぐ家出ろ。別れんならすぐ出ろ。で、別れたくないんだったら100万以上のプレゼント買え。で、それでお家に行っていいよと。いや、まあ、それで、仲直りっていう、許してほしかったら、プレゼントで、ね。100万円ぐらい。そう。で、でも、300万とかも、まあ、俺が言い始めたんだけど、うん、もうなんか、お金とか、うん、もう、そういうのでしか愛測れないのが、もう悲しいの、俺は。でもさ、ゼロワンコが浮気するのが悪いと思うよ、私。だからもう、結構ね、で、福岡で浮気してから、うん、俺自分から別れたいって初め言ったんだよ。あ、そうなんだ。だからもう気持ちにどこかで、うん、まあ日に日にね、やっぱりそういうのが見えてきて、ちょっと冷めてたのはあるんよ。だから。ゼロワン君はどうなの気持ち的に。もう別れたいのぶっちゃけ。俺昨日配信でも言ってるんだけど、うん、もう別れたいって言ってるから、俺もう別れた気になってるから、じゃあ別れんだったらお金をあげたら300万。それで家を。いや、それは、もう、敵だ敵っていうかね。例えばね、奈々ちゃん、うん、俺これ友達に言われたんやけど、うん、300万振り込むのはいいんだけど、例えば、うん、第三者通さないと、例えばまた暴露されるよって脅されるまたお金払わなきゃいけないんや。んね、うん。だから、弁護士通して、弁護士の処分で、例えば300万払えば、うん、もうこれ以上、なんか、揺さぶられる、揺すられることない、弱みを一生、あれせんでいいやん。それの方がいいね、揉めないためにね。うん。だから、9時になったら、うん、弁護士さんにね、この前一応会う約束してたんだけど、うん、まあ弁護士通すなら和解しないって言われたから断ったんだけど、その人にね、今から電話して、うん、まあ、いろいろ事情を伝えて、うん、で、例えば、ごめんねだけじゃやっぱ済まないから、そんな傷つけちゃったから、うん、弁護士さん通してちゃんとした誠意で、あれしますから。まあ、そうした方がいいかな。だから、奈々ちゃんに、うん、多分告白した、うん、その前に多分一応奈々ちゃんに告白した後はね、うん、俺話し合い終わった後だから、うん、だから奈々ちゃんにそうやって言って勘違いしてほしくなかった。いや俺はちょっとやっぱりうん、それはちょっと気持ち悪いけど、うん、日常からそういうこと送っちゃうから。そっか。うん、でもこれは送ったことによって、うさこちゃんのこう、機嫌取りみたいなのなかったの？いや、機嫌取りっていうか、普通に気持ち悪がられるから、いつも。うん。これでいいよって言うわけないから。うん。そうなんだ、ね。だからまあ、挨拶みたいなもんやから。だから。じゃあ今後は、まあ、今後の予定としては今日話し合って。今日は弁護士行って、不動産屋に、まずは、こういう状況で変わったから、住んでてもいいか確認取ってね。うん、で、前に、不動産屋に、うちの社員住んでるってポロって言っちゃったことあるんだよ。あ、そうなんだ。そしたらね、
不動産屋の人いい人でさ、うん、あ、今のは聞いてなかったことにしますって言ってくれてるんよ。あっちも黙認してんだね。うん、黙認してくれてるけど、まあ明るみに出た以上はね。うん、まあちゃんとね。ちゃんと。うん。だから初めは、その、俺が家借りれんくてさ、うん、その、まあ、結婚しようって言ってる相手だったんだけど、うん、そうやって借りてもらって、でも、うん、もう別れることになって、うん、で、今、会社の人と3人で暮らしてるんですけどって事情を説明してね。うん、で、まあ、契約上厳しいって言うんだったら、うん、まあ、厳しくなくても、ちょっと次の家見つかるまでいさせてくださいってちょっとお願いして、うんうん、でちょっと不動産関係のリスナーさんいるから。そうね、紹介してもらってね。うん。家賃20万か25万とかで探してもらってるから。まあ、最初にもうみんな住めるようにすればいいんじゃない？ただね、新居ってさ、うん、男3人でって申請すると、すごいね、めんどくさいんだ。そう、男同士だからね。うん。新婚が一番ね、審査通りやすいんだよ。これ詳しい人知ってると思う。じゃあ会社で借りちゃえばいいんじゃない？だから会社も、ちょっと滞納しちゃってね、前の家。っていうかさ、なんで一緒に住むの？別々で法人で別々に借りてあげればいいじゃん。いや、一緒に、俺はいたいから、うん。家族だから。そうなんだ。寂しいから。寂しくて、まだ俺が同棲しない理由って、うん、このカエちゃんとかマリオいてくれるから、うん、たまに一緒にご飯食べたりね、うん、ちょっと話聞いてもらったりしないと、うん、一人だと寂しいから、また女の子と同棲しちゃうから。そうね、そういうのね、別に女遊びはいいんじゃない？うん、女遊びはいいけど。ただ、ゼロワークは浮気をするから揉めるだけでしょ？そうやって。いろんな女に手つけて、うん。だから、もう、そういうことを1年間しないって言ったから。それかさ、でもうこの人って作んないで、うん、いろんな人と遊ぶ人にするべ。それはダメなの？いや。ただ、セフレみたいな感じで。今回、ね、うん、暴露してらっしゃったのは女性配信者さん。うん。で、福岡で問題になったのは、うちのリスナーさん。うん。じゃあ、それ以外でってなると、うん。俺、リアル持てないから、うん。出会いもないから、うん。でも、ネット関係で遊ぶとこうなる。ああ、持てる。ネットの中ではもう持てんのね。うん、ネットではまあ一応、物好きさんがいるから、うん。だから、遊べって言ったって、もう、リスナーに手出すしか遊べないんだよ。そうなのね。いや、風俗とかもあるじゃん。風俗っていうのは、うん、来たわ。なんかでっけえおっさん来たなっていう顔してるんだよ。そういうのが嫌なの？うん、でも女リスナーさんだと、うん、一応、俺みたいなやつでも目をキラキラしてるの、あ、ゼロワンさんだっていう目をしてくれるから、ちょっと嬉しいんだよ。でもさ、本命がいるの、そうやって遊んでるとこ別に風俗も変わんないよね。お金あげるかあげないかじゃない？やってることも。やっぱりその気持ちがやっぱあるとないとじゃ違うよ。そんなだって好きな人、本命がいるのに気持ちなんか入んの？あなた。やっぱり向こうが気持ちがやっぱ入ってくると。あっちがね、ゼロワン君だと思う。うん、そう、こっちもやっぱ気持ち入るよ。うん。そうなんだ。そんな好きなのかと。すみはねちゃんもそうだったの？だからその名前は出しちゃダメだって。なんで？勝手にそれ噂してるだけですみはねさんじゃないから。あ、違うんだ。S さんっていうの違うんだ、うん。そうだよ。ただ、その情報で TikToker とかね、有名とかそうやって言ってるだけで違うからね。TikToker には手出してないの？いるんだね。うん。まあいいや、その辺は。だから、もうそういうのは全部なくなって、ちゃんと送ってるし、うん。でも、昨日無限通してね、1年間女性配信者、うん、で女性リスナー手を出さない1年間。いや、無理だと思うな。で、リスナーにも約束したの。その約束をいつも裏切るじゃん。これでマジで裏切ったらマジで終わる。これは。毎回そう言ってない？で、
ただ、ね、うん、まあ、火消しと捉えられるかしらけど、奈々ちゃんだけは唯一 OK なんだよ。何が？奈々ちゃんは、うん、OK なの。じゃ、何？私ともし付き合ったとしたら、私と付き合いながらいろんな女と遊ぶってこと？だからもう遊べないって。なんで？だから、なんでってリスナーさんに手出さない、女配信者に手出さないって約束したから、来年の誕生日まで。うん。うん。それ約束、守らないと反省。1年間は私と付き合うの？いやー、だから、それ付き合うっていうのも、とりあえず、で俺ができるまでそれ待っていただく。でも、そういうことじゃなくて、なんか膝枕とか。あ、そういう癒しね。一緒に映画見たりとか、ね。ああ、そういうね。そういう。なんかご飯作ってくれたりとか。うん。そういうのがいいけどね。全然いいけど、それだったの。うん。でもコメントで、やっぱり、奈々ちゃんやっぱり傷つけたら許さない。そう、やっぱり傷ついてほしくないじゃん。いや、もう傷つくことないよ、別、ぶっちゃけ。いや、でもコメントでみんな心配してるから、それが、やっぱ、俺もそんな、奈々ちゃん好きだから、うん、でもその好きっていうのは、その、そういう性的な部分じゃなくて、うん、性的な好き、リスナーさんと同じように、うん、その人としての部分が大きいからね、うん、正直言うけど、うん、いきなりは。そんなことはないですよ。うん、それはわかんないし、うん、で、もっと痩せてほしいしね、ちょっとさすがに。あ、そうね。うん、ちょっとあの、ちょっと頑張るわ、ダイエット。女性をあれしてほしいけど、うん、まあ、あの、じゃあ家引っ越すまで、うん、まあ、そういうことじゃなくてね、うん、その時に、また、俺、その、気持ちがね、うん、あれだったら、また連絡するよ。それまで、俺も、これ、ブレないようにするから。ちゃんと別れてから連絡してくんない？でもさ、私待ってるかな。俺が別れたいって言ってるんだから別れ成立するやん。でもあっちは別れてないっていう状況で無理よ。で、家引っ越すまで別れてないっていうのがおかしいって。違う、あっちは別れたつもりじゃないんでしょ、今の状況は。婚約ってそんな、婚約って家のやつだけじゃん、別に。じゃなくって。リスナーさん、リスナーさんなんて言ってる？別に、別れた、口で別れたいって言えば、相手も別れたいって言ってるんだよ。別れてくれたらいいじゃん。あとは家引っ越すって約束してるんだから。でも全部住んでからの方がいいんじゃない？真っ白になってからの。うん、それは奈々ちゃんにはそうだけど、うん、おかしいんだって。別れたいって言ってるくせに、家、まあ、あっちのね、あっちの言い分もあるけど。プライド高いからね。うん、まあ、その辺は私には関係ない、ぶっちゃけ。まあ、だから。うん、やって、ちゃんと。そういうことだから。うん、ちゃんとやんな。まあ、うまくね。奈々ちゃん家の近くに引っ越すと、あの子も近いんだよ。うん、あ、なんかね、近いみたいだね。うん、それどうする？え、うちの近くに引っ越してくんの？で、まあ一応近い方が、まあ、リスナーさん嫌がるならもう埼玉とか行っちゃうけど。じゃあ私もね、一応引っ越す予定があるんだよね。あ、そうなの？今物件探してんの。じゃあ俺、埼玉とかあっちの方行くね。なんか近いとまたぐちぐち言われそうだから。あっちの方ね。それかもう静岡行ったりする。ああ。それもありじゃない、うん、新規行ってんで。うん。どこでも配信できるもんね、ゼロワン君だったもん。で、あの、LINE ちょっと恥ずかしいからもう拡散しないでほしい。あ、これ？これ分かった。ま、もうこれさ。ちょっと、それちょっとやめて、もう。これね。はい。もうじゃあ消しとくね、これ。うん、ちょっとあまりにもひどい、ちょっと。ひどいって自分で送ってんだからさ。いや、送ってるけど。でも、晒されると分かってて、なんで怒るのよ、この。犯罪じゃないのかな？犯罪ではないし、別に。もう連絡しないから。分かったわ。じゃあ、なんか、落ち着いたら連絡ちょうだい？落ち着いたらね。じゃあ、それまでじゃあ、俺も、奈々ちゃんと付き合うかもみたいなやめとく。ちゃんと、そうだね。ちゃんと綺麗になったからそうしよう。うん。うん。綺麗になったら、
ちょっとプライベートでご飯でもしてほしい。はい、行きましょうか。わかった。じゃあ、ちょっとすいませんでした。ちょっとお騒がせして。はーい。はい。あと、初給料15日ね。あ、ちゃんとくれんの？うん、で、ちゃんと仕事しろよ。ライバー増えてねえぞ。え？いや、募集もしなきゃいけないから、仕事の部分で言ったらね。それ何？私が何？ワンライブの配信者増やせってこと？それはそうですよ。それ、入ってますから。アンバサダーの仕事内容に。あ、その内容に入ってたっけ？うん。で、ちょっと勧誘ね。そう。勧誘ね。でも、コマイコンとか入ったじゃん。いや、それは、ありがとうございます。ね。かなり、エース候補なんで。エースを入れていけばいいのね、もっと。うん。で、マンライブとか、ね、ペロライブとかじゃなくて、ちょっとたばってほしい。わかった、わかった。気をつけるから、すいませんけど。はい、わかりました。募集もお願いします。はい。はい。だってさ、マンライブペロでもさ、結局そこの2人が決着つかない限りダメよね、やっぱね。2人の話し合いで巻き込まれちゃうもんね、そこに私がね、ズーズーしか入ってったの。浮気するとそういうことになるんだよね、ゼロワンクは浮気したのが悪いっすよ、こうなってんのな。自分の行いでこうなってんだから。だからゼロワンクはちょっと保留っていうか待ってよ。本当にね、私を必要として、本気で全部ね、白くさっぱりになった時に。ちょっと様子を見るっていうかね。でも、ああやって痩せてとか言うけど、自分も痩せるよって感じだよね。ね、自分の腹をもう見てみっていうのよ。お互いに、じゃあダイエットしようねでいいんじゃないの？あれがモラハラっぽいよね、ちょっとね。お前だけ痩せろみたいなさ。なんで男に合わせなきゃいけないのってさ、一緒にダイエットしようだったらわかるよ。ね、女ばっかりこう要求してくる男とかさ、ちょっとモラハラだよな。じゃあお前は何なのってなるじゃん。でも強い女じゃないと言えないでしょ、そんな。ねえ、弱い女だと洗脳されちゃったり、こうさ、我慢したりとかすんだよな。聖司君にしとけ。でも聖司君も言いそうじゃない？ちょっと、奈々ちゃん痩せてって言いそうじゃない？言いそうだよね。だって細い女の人好きだもんね、聖司君もね。そうじゃない？結構ガリガリな女好きだもんな。てな感じだって。